イオン、高松東店は、香川県高松市福岡町三丁目にある、イオンリテールが運営する、ショッピングセンター。高松市中心市街地の北東部、福岡町三丁目に位置し、イオンリテールが管理、運営する、大型商業施設である。店舗は3階建てで、店舗面積は35,132平方メートル。駐車場は、店舗1階の一部分と、屋上、 6階建ての無料立体駐車場、合わせて2025台分を有しているが、来店客の減少により、店舗屋上と駐車場棟屋上は2011年9月に閉鎖され、実際に供用されているのは1789台分である。1995年3月30日、西日本放送が、スタジオ、野球場として所有していた土地に、マイカルが、高松崎として開店。 その関係もあり、サテライトスタジオが置かれていたが、マイカルの経営破綻によりスタジオは直ちに閉鎖された。当店の開店以降香川県では、大型商業施設の出店が本格化し、10年後には、県全体にオーバーストア状態が醸成されているが、2010年代に入ってもなお新たな商業施設の出店は続いている。2005年6月25日にリニューアルオープンした。 2011年3月1日には、イオンリテールのグループ再編に伴い、高松サティから、イオン、高松東店に変更された。店名に、東とついたのは、ジャスコ高松店が、イオン高松店に変更された、関係上、重複を避けるためである。ジャスコと、サティが統一されたことに伴い、従来の食料品に強いジャスコと医療品に強い、 さきという強みの融合を目指したことから、当店は、やや年齢の高い層を中心顧客とし、旧、イオン、綾川ショッピングセンターの、イオンモール綾川が若い家族連れを中心顧客として新たな形での住み分けを目指すことになった。2012年4月27日には、前年に、イオンが、子会社化した丸中に、成果コーナーの運営を委託している。 聖火コーナーでは、丸中の名前を全面に出しているが、食品売り場全体が、丸中になったわけではないので、マドンカードや丸中の商品券は使用できない旨の張り紙がある。また、この関係で、当店は7時オープンの対象外となっている。2013年7月には、聖火コーナーのリニューアルで丸中への委託を解消し、直営に戻している。イオンシネマ。 高松東は当店3階に位置し、イオンエンターテイメントが経営する映画館。1999年に香川県で2番目にできたシネマコンプレックスで、開館当時の劇場名は株式会社ワーナー・マイカルが運営するワーナー・マイカル・シネマズ・高松であった。2013年7月にワーナー・マイカルがイオン・シネマズと合併し、イオンエンターテイメントに 名称変更したのに伴い、現劇場名に変更した。7スクリーンあり、一番入場人数が多い一番スクリーンが434席、7スクリーン合計1466席を有する。2013年より、サヌキ映画祭の主会場の一つとなっている。設備面では、DTS、SRDEX 等の各種音響システムに対応し、 6番スクリーンは 3D 映画に対応している。また、各シアターには車椅子席等のバリアフリー設備もある。最寄りのインターチェンジは高松自動車道高松中央 IC である。ありがとうございます。